おはようございます。おはようございます。動画もう引っかかんないです。もう引っかかんないですよ。カメラおじさんのみんな、俺は今パリに来ているよ。パリ、パリっぽい。全然パリっぽくなくないですか。パリスチールウールの妖精がここにいるんで。なるほど。そう、昨日から破天荒炉の破天荒炉と全長、多分ね動画内では何回も登場すると思うんだけど、いやありがたい。行きの飛行機からありがとうございます。そう、この彼がギターを弾いている破天荒炉というバンドの、はい、こう随伴カメラマンとして一緒に来ています。ボルビックも近所です。ボルビック近所だよね、多分ね。スイスでね。そうなんですか。エピアンがスイスか、ね、どっちかフランスなんじゃないですか。あ、フランスなの。ボルビックって分かんないです。あのなんだっけ、富士のなんとか水みたいなイメージ、うん、我々で言う。そうですよね、山から流れ出てるっていう。おはようございます。今アパートから出てきたところなんですよ。これからね、撮影先のジャパンエキスポっていうところの会場に行きます。で、会場はシャルル・ド・ゴール空港っていう、シャルル・ド・ゴールさんの名前がついてます。会場、なんていうの、エキシビジョン、エキシビジョニストじゃなくて、こう、まあ、あの展示場があるんですよ。そこに行くんですけど、1時間ぐらい移動があるんで、あー、息が切れる。その間ちょっとパチパチ写真を撮りながら、 RX100 で撮ってます。 RX100 で撮りながら行こうかなというふうに思っておりますよ。パリの路線図の中からまずね、乗り換えでここに行かなきゃいけないんです。パリ北駅で、今いるのがポルトデリラってどこだ、いまいちわかんないな。ね、路線で言うと確か11番だったよ。11番だ、11番。ここにいるので、ちょっと待てよ、これ直で繋がってないな。こう切っちゃって行きたいのここだから、リパブリック乗り換えで5番線に乗ればいいのかな。115でガルデノードで、こっから RER っていう空港の方に行くやつに乗っていくと行けるはず。それはどっちの方だろう、まあそれ行ってから考えよう。だいたいそんな感じのはずなんで行ってみますね。パリのエスカレーターは大阪方式だって。よっと、右側に並ぶみたいですね。横、落ちてますね。あれ、改札ね。改札と切符売り場が遠いので、これもらった回数券があるんだけど、これでもしダメならもう一回さっきの地上階に戻らなきゃいけない。シャトレーの方に行くので OK と。はい、開いた、よかった。で、こっちが反対側の終点、こっちですね。シャトレー方面に行きます。そう、ここホテルやってるんだよ。これ結構近所らしいです。地下鉄11番線で、リパブリックかどっかまで行きますね。もう一遍路線図見とかないと、結構忘れっぽいんだね。うわー、わかんねえこれ、どっから来るんだ。これバス路線図だな。バスですね。なんか登山鉄道みたいでしょ。メトロのこれかな、メトロの11番線。あ、なんか電車来た。11番線から違う、ここどこだ今。ガルデノードでしょ。ガルデノードに直列はこっちの方だっけ。まあ
電車乗ってからでも地下鉄乗ってからでも5番で降りれば5番に乗り換えできるとこで降りればいいからいいんだけどね。まあいいや、成り行きで行こう。こういう表示がいちいち読めない。ステーションしかわかんない。ポルトベリーラ地下鉄来た。手動なんす。乗り換えればいいはず。階段だよ。おい、じゃなくてこっち、このバイオロジーみたいな、ガルデンの、これね、ここに行きます。だからこっち案外ね、表示親切だから、まあそう間違えない感じですよね。結構みんなね、エスカレーター登りますよ。登らない歩かないもの伝説は一体どこに行ったんだっていうぐらい、みんな結構せっかちですね。パリジャンせっかちかもね。パリジャンパリジェンヌ。さあ、リパブリック駅の、これもう駅の名前変わってんだかな。さっきのバイオロジーみたいな駅が駅名なのかな。いや違うな、行き先ですね。あごめんね、ちっちゃいね。とにかく駅のホームです。5番線リパブリックですね。本当に暗いな、これ目に優しいですね。でメトロ乗ると大体どこも作りが一緒だから、そう別に面白いもんでもないね。
ふりかけがすごく多いらしいですね。乗り換えるので一遍改札を出ねばなりません。ピッと立ってない。はい、よし、ちゃんと通る。一回ね、止められちゃったことがあってね。 RER のエアロポートの保育園でね、なんか斜め下って書いてあるから斜め下の方に、あ、違うんだ、オーリーの方じゃなくてシャルル・ド・ゴールだから43番に行けってことかな。そう、これパーク・ド・エキシビションズに行かなきゃいけないので、なんとかエキシビションズに行くための今ね、線路がこう二手に分かれたでしょ。こっち側に行くやつに乗らなきゃいけないんですよ。でしかも各駅じゃないと止まらないって言ったかな、確か。シャルル・ド・ゴール行きのなおかつ遅いやつ。3番目の見取りなんとかって書いてあるやつが反対側に行くやつだと思うので、反対側というか支流のねやつだと思うので、シャルドゴール行きの各駅ってどっちなんだろうね、これ。あった、一番上がエキシビションズに行くから、これね、このなんとかかんとか、これが会場なんですよ、ジャパンエイド。なのであと7分で来るやつ、 ERANに乗ればいい。43番に来ると、ガルデノード、パリ北駅、こんな感じね。他の駅と比べるとさすがに広いですね、空港なんかにも行くから。なんかかっちょいい2階建ての特急が。RER って書いてあった電車に乗れました。これね、地上線なんです。ちょっと綺麗でしょ。でね、ちょっと待ってくださいよ。よいしょ。最終的に行くのが、ここエキスポジションズ展示会場ですね、幕張メッセみたいな。でさっきのパリ北駅ガルデンノードがここだったんですね。というわけで今こっちに向かって走っておりますよ。次はこの駅かな。これ各駅停車がこの地味な方のマークなんですね。で最初ね、急行のにとりあえず乗ってみたんだけど、電車の中でこれ急行だよ、直接空港に行っちゃうって言われて、やばいやばいっつって降りて、その次のやつ乗ったんです。車窓から何回か撮ってますけどね、すごく地味な工業地帯。今回もよ、例のカメラリュックが非常に役に立ってくれてます。今日総重量10キロぐらいあるんだけど、まあ他のバッグに比べると全然疲れにくいですね。反対側の車窓からね、工業地帯でしょう。基本手すりがなんかヌルヌルする。でも運転が荒いから捕まらざるを得ない、そんなオフランスです。
すでにコスプレの子たちがおるね。着いた。というわけでスナップ旅はここまでな。全然大したも撮れなかったな。むしろ合間の動画の方がリアリティ伝わったかもしれないですね。というわけでここから日本人比率が急にガーンと上がりますが、それ以上にジャパンエキスポってね、そのフランスで日本のことを紹介する、日本からまあ物を売りに来るわけですよ、文化を、アニメとかね、そういうのの展示会というかでね、20万人ぐらい来るんだって、フランスの人たちが。すごいですよね、これね。これ逆再利じゃないよね、多分。あれどっちだろう、多分この辺の人たちはもうね、あれ合ってる合ってる、ちょうど降りたところの反対側でしたね。この辺の人たちは日本語で話しかけても日本語で返してくれる率が結構高そうな気がする。昨日も会場設営の時にちょっと来たんだけど、ちょいちょいいましたからね、日本語が喋れる金髪の目の青いガリア人の方が、いらっしゃいましたんで、これはそうね、出るとき切符いらないんだね、これ。よっと。そんなわけでジャパンエキスポ会場、わあすげえ逆光、かっこいい。会場に到着です。